リンリン、ハローパラレールリニバルのリントです。はい、今日はすごいこう動物も関係ないし、もう何の日記やねんっていうリント日記撮っていこうかなと思います。まあ今ね、新しい洗濯機が届いたので、シャープのプラズマクラスターのなんか対応の洗濯機をね、に買い替えまして、今試しにお布団を、乾燥させてるんですけれども、今ね、夕方の何時、これ6時7時半くらいなんですけど、まだあと20分もあるし、ここの空間がバカほど暑い。乾燥してるから、乾燥をねやってるから、そのなんだろう、暖かい空気をね出してるからすっごい暑いんだろうけど、触っても暑いもんで、まあ別に必要なかったんですよ、やる必要は。乾燥機かける全然全く回さなくてもよかったんだけど、なんだろうな、ちょっと使ってみたいなっていうところだったの。これを試しにどんな感じなのかなっていうのもあって、で着てる毛布がね、自分は3枚実はあるんですけど、まあ、3枚つっても上にかけてるのは1枚です。あとの2枚は私が抱き枕にしたり、なんか枕というか頭のところにぐる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 巻いたりとか私がしてて、頭の下のところになんか枕というかクッションというかみたいな感じで入ってる毛布がねあって、それと抱き枕にちょっとしてるのと、かける毛布とっていう感じで、でしたらね、乾燥全然私詳しくないので、こういう家電ねなんですけど、乾燥機ってあれなんですね、乾燥をする場合はそのグラム数8キロこれ入るんだけど、乾燥の場合は8キロまではいけないらしくって、多く入れすぎてたら抜いてくださいみたいなエラーが出て、あれって思ってみたら、そのでした、量多かったって。だから毛布3枚のうち1枚ずつやって、だからね、乾燥機って使うと電気代が結構あれなんだね、なんだけどさ、電気代バカえぐいと思うんだよね、これ多分電気代ひどいことになる気がする、私もうショックでもないけど、まあでもね、使ってみたかったの、乾燥機も。で試しに風呂のお湯のやつ、私もともとついてなかったから、風呂のお湯を使うのもできるかなと思って、お風呂溜めて入ってそれ使ってみたりとか、ちょっと今日1日ね、これいろいろ試したんですけど、いやー、ほんとこの子優秀ですね。タイトルにある通り、タイトルの新しい子を迎えましたっていうのはこいつです、こいつあともう一個新しい子を迎えたとしたら、あそこの炊飯器ね、炊飯器3合炊きの炊飯器ですね。もともと5合炊きのやつを持ってたんだけど、もう私がここに引っ越してきてからずっと使ってて、多分12年とか12年ぐらいかな、二十歳の時に来てるから12年、もう二十歳の時に来てて12年で、12足したらもう年齢がバレるね、全然いいんだけど、まあ、32なんだけど、ね、これも洗濯機ももともとあったやつが12年使ってて、で、まあ、ちょっと親のご厚意、うちの母ちゃんのねご厚意で、まあ、長らく 5年ぐらいかな、弟がうちに暮らしてたのもあって、そのお礼も兼ねて買ってあげるよって言って、まあ弟は去年もう1年半ぐらいはもう出てったから1年半経つんだけど、去年はね、弟の引っ越しとかでお金がいろいろかかってたっていうのもあって、今年なら買ってあげれるよみたいな感じで、お礼という形でね、買い替えをこう甘えさせていただいて買い替えさせていただきました。で実際にこんな感じでね使ってっていうところでございます。いやいいね、炊飯器もね、ご飯はとりあえず炊いて、なんかパンとかも作れるらしいんだけど、ちょっとメニューは説明書見ないと全然わからないから、それは別途確認しながらってところなんだけど、ただ今日この乾燥機かけた布団で寝れるって考えるとちょっと気分がいいね。まあまだ終わらんけど、ちょっと終わるの待ちって感じではあるんだけれども、はい、そんな感じでございます。あと乾燥機かけるとここが真夏やばいね、真夏だとここ今ね、このここにね一個こう入る入り口があるじゃない、ここまでは全然暑くないの、ここをね一個のこのラインをスッと入って、あっつ
そう、このこっからそっちがあって、こっちはねまだ全然大丈夫、あの扇風機回してるのもあるし窓開いてるのもあるからあれなんだけど、ここの空間からそっち入ったらすっごい暑いで、ね、お風呂場、こっちはお風呂場なんだけど、お風呂場もなんかあっちゃい、多分乾燥した空気が全部流れて入ってってる、もう夏にこの空間にはちょっと入れない、暑すぎてはいって感じです。いやーちょっとあとは乾燥が終わるのを待ちましょう、楽しみですね。あの1個はねもう終わって、あのその1個をあそこにもう汚ねえなあそこにね置いてるんだけど、あれがよく使ってる布団、あのかけてる布団ね、寝るときになんですけど、この布団はねあのかけてみてあのすっごい気持ちよかった、気持ちよくてお昼寝してた。ドラクエの配信なんてしようかななんてね今思ってたりもしたんだけど、なんかそれどころじゃないねあとカードも整理しようと思ってね、カードも今一個一個整理してねコレクションまとめてたんだけど、それも全然やれてない、もうそれぐらい寝てた。ただねちょっと洗濯機が来てちょっとウキウキとしております。いや新しい家電とか家具が来るとねウキウキしますね。はい、というところでね、あの新しい子を迎えましたって書いてますが、まあ、新しい子というよりは洗濯機買い替えたよっていう動画でございました。ということで以上リンゴでした。バイバイ。最後までご視聴ありがとうございます。チャンネル登録はこちらから、 Twitter のフォローは概要欄から、その他のおすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。ということで以上リンゴでした。バイバーイ。